皆さん、こんにちは。今回は伊藤蘭さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。歌手で女優の伊藤蘭さんは、1973年、18歳の時に、アイドルグループ、キャンディーズとして歌手デビューすると、爆発的な人気を博しました。1977年、キャンディーズ解散後は、女優として長年、活躍されています。今回は、そんな伊藤蘭さんのことについていろいろと深掘りしていきたいと思います。まずは、伊藤蘭さんのプロフィールを見ていきましょう。伊藤蘭さんは、1955年1月13日生まれ、東京都武蔵野市のご出身です。身長157センチで血液型は O 型です。本名は水谷蘭。結婚前は伊藤蘭と言い、名前の蘭は、蘭の花が好きだったおじいさんによって名付けられたそうです。趣味は、ナンタケットバスケット作りだそうです。ちなみに、父方の曽祖父は第15代広島市長の伊藤定次氏。お父さんは千葉県の役所の厚生労働技官。6歳年上の兄、伊藤類さんは、東京西荻窪でシンガポール料理店、夢飯を経営されているそうです。伊藤蘭さんは、両親と6歳年上のお兄さんの4人家族で、幼い頃は、洋裁教室を開いていたお母さんに、お母さんの手作りの洋服、伊藤蘭さんのための洋服のほか、子供用のモデル服などを、コロコロと一日に何度も着替えさせられたことから、自然とおしゃれに興味を持つようになったそうです。また、伊藤蘭さんは、虫捕りをするなど、外で体を動かして遊ぶことが好きな活発な女の子だったそうですが、その一方で、口数が少なく、人前に出ることが苦手な内気な性格だったそうです。小学3年生の時、担任の先生にお遊戯会、学芸会の司会に指名され、緊張しながらやったことが、人前に出て、何かをした初めての経験だったそうです。内気な性格を変えるため、中学は演劇部に入部しました。女優としての素地はここで養われたものと思われます。それでも、内気な性格はすぐには変えられず、学芸会では下を向いたまま舞台に出ていたそうです。そんな伊藤蘭さんですが、中学2年生の時、当時、人気のアイドルグループ、フォーリーブスのファンだったことから、フォーリーブスに会いたいと思い、フォーリーブスのバックで踊るスクールメイツの募集に自ら応募すると、見事合格しました。こうして、伊藤蘭さんは、1969年、14歳の時、東京音楽学院に入ると、その後、念願だったスクールメイツのメンバーに選抜されたのでした。スクールメイツとは、当時、渡辺プロダクションが設立した俳優、タレント育成所、東京音楽学院の中から優秀なメンバーを選抜して構成されたグループです。ちなみに、伊藤蘭さんは、スクールメイツに入った後は、ほぼ毎日のように、新橋のレッスン場に通い、コーラスや振り付けのレッスンを受けていたそうですが、相変わらず、内気な性格だったため、目立つ存在ではなかったそうです。同期生には、太田裕美さんや、後にキャンディーズで一緒になる田中佳子さんがいたそうです。ところで、2021年11月4日放送の国丸ジャパン局、文化放送に伊藤蘭さんが出演し、旦那さんがちょっとお茶目な水谷家の近況や、同年9月に発売されたセカンドアルバムのお話、ライブのお話などを昔と変わらない美声で語っていました。まずは、41年ぶりに音楽活動を始められたきっかけについて改めて語りました。伊藤蘭さんは、時々、歌やらない、って事務所のスタッフからちょこちょこつっつかれていたんですけども、ずっとお芝居ばかりやっていて、夢中で、そちらに気が回らなかったんです。でも、もうそろそろ年齢的にも今がいいんじゃないかなということで、引っ込み思案になるよりも、やってみようと思いました、と語ります。MC が、
ご主人である水谷豊さんにも以前インタビューをさせていただいたんですが、水谷さんは伊藤蘭さんをプライベートでも蘭さんと呼び続けているとかと質問しました。伊藤蘭さんは、そうですね、普通のことになってしまいましたけど、そういうふうに呼んでますと述べ、家庭内での水谷豊さんの様子について語り出しました。伊藤蘭さんは一時休んでいたんですけど、ゴルフ熱が再燃したみたいで、ゴルフは好きみたいでずっとやってますね。子供が小さい頃もそれだけは勘弁と言ってやめていただいてたんですが、最近また家の中でシュッシュッシュッシュクラブを振る音が聞こえてくるんですよと言います。家の中ですかと MC が問いました。伊藤蘭さんは、中なんです。で、こないだも壊したんです。植物が育ちすぎて鉢が小さくなってしまったんで、大きなものに移し替えていたんですよ。その鉢を、瀬戸物ではなくプラスチックだったんですけど、がっつり割られて、信じられないですよね。で、やっちゃったって言うから、嘘でしょ、じゃあとはよろしくお願いしますみたいな。私は仕事があったんで出かけたんですけども、とちょっとしたアプニングがあったようです。続けて、私が鉢を買いに行ったお店に再度行って、今度は瀬戸物の鉢を買ってきて移し替えといてくれました。一日がかりだったそうです。お休みが潰れたと言っていましたと述べています。いかがいな、家庭の事情が話題となってファンにとっては楽しい回になったのではないでしょうか。 MC の人が、で、豊さんはコーヒー好きでしたよねと尋ねました。伊藤蘭さんは、でも最近やはりドラマ相棒で紅茶も取り扱っているので、高いところから落とし流し込んでいるようなので、最近紅茶もよく飲むようになりましたねと述べました。すかさず MC が、家ではやってないですよね、高いところから。この番組で今リスナーさんに紅茶のティーバッグをプレゼントしているんですよ。で、紅茶の専門家の方に聞いたら、右京スタイルはやめた方がいいって言っていました。味にも影響はないし危険だと、と意外な情報を述べました。終始和やかに番組は進み、伊藤蘭さんと水谷豊さんの家庭事情が垣間見えました。さて、2023年紅白歌合戦にソロとして初出場した伊藤蘭さん、夫は相棒の杉下右京さん役でおなじみの水谷豊さんであることは有名でしょう。娘は朝の連続テレビ小説ブギウギで主演を務める趣里さんです。しかしネットで検索すると、伊藤蘭息子画像や夫である水谷豊さんの名前とともに水谷豊息子俳優などとあります。そこで今回は伊藤蘭さんに息子がいるのか調査したところ、面白い情報がありました。俳優の中川大志さんはドラマドクター2最強の名医第3話2013年で伊藤蘭さんの息子皆川雅也役で共演しています。病院にバイクでやってきた中川大志さん演じる皆川雅也が猫を避けようとして転倒してしまい大怪我を負ってしまいます。ということで、ここから一人目の息子が誕生しました。2013年に公開された NHKBS プレミアムドラマ父の花咲く春から岐阜長良川宝冠物語からにて桐谷健太さんは伊藤蘭さんの息子役で共演しました。桐谷健太さん、テレビドラマ初主演の作品でした。よって2人目の息子が誕生しました。2018年に公開された映画祈りの幕が降りる時は2010年 TBS 系列放送ドラマ新参者のシリーズ主演の阿部寛さんは伊藤蘭さん、田島百合子役の息子加賀恭一郎を演じています。ここから3人目の息子が誕生しました。舞台みんな我が子2022年にて森田剛、クリス・ケラーさんは伊藤蘭、ケイト・ケラーさんの息子役を演じました。ということで4人目の息子が誕生しました。その他映画少年 H 2013年で息子役を演じた吉岡龍輝瀬尾はじめ役さんがいます。
これで5人目の息子が誕生しました。伊藤蘭さんには息子がいるという情報を追ってきましたが、あくまでドラマや映画での話です。伊藤蘭さんに息子はいません。重ねて確認しますが、実子は夫水谷豊さんとの間に生まれた女優の趣里さんだけです。ところで伊藤蘭さんの顔が劣化したとの声があるようですが、具体的にはどういったことだったのでしょうか。そんな伊藤蘭さんも2023年5月で68歳を迎えました。そりゃ劣化もするのではないかとも思われます。しかし70歳近い年齢の割にはとても綺麗な方だと思います。伊藤蘭さんの顔に関して劣化以外に顔が突っ張りすぎていると噂されているようです。具体的には次のような文言が散見されました。顔の筋肉が動いてない。お面つけているような顔みたい。口だけ動いている。何かを注入してシワを伸ばしたから顔がパンパンだと思う。顔が突っ張りすぎて変など SNS 上ではひどい言われようです。どうも50代後半から言われ始めたようですが、その頃何か急に顔に変化があったのでしょうか。昔の画像と比べてみても遜色なく、むしろ最近ではあまりにも若返っているためにこんな声も見られました。伊藤蘭さんがヒアルロン酸やボトックスなどの注入系のプチ整形をしていると思う人が多いようです。ちなみにヒアルロン酸やボトックスにはこのような効果があります。ヒアルロン酸の効果は潤い成分であるヒアルロン酸を補うことによって弾力性のある肌を維持することができます。またシワやたるみを予防することでみずみずしく若々しい印象の肌を保つことができます。ボトックス注射は過剰な筋肉の働きを弱めることで表情じわを改善し目立たなくさせる効果があります。表情じわの改善やエラの筋肉を縮小し小顔効果や細かい小じわの改善にも期待できます。最近ではとても一般的な口整形と言われています。ただヒアルロン酸を打ちすぎると顔が不自然にパンパンに張ってしまうようです。またボトックスは顔が動かなくなると言います。最近の伊藤蘭さんはどうでしょうか。確かに肌の張りツヤがあってもうすぐ70歳とは思えません。ただ不自然という感じもしません。雑誌などメディアはもちろん、インスタなどの写真も最近では加工修正が当たり前となっています。伊藤蘭さんが最近老けない若いと言われるようになったは、そんな技術の発達のおかげもあるかもしれません。そしてもちろん伊藤蘭さんの日々の努力の賜物であることは間違いないでしょう。いかがだったでしょうか。今回は伊藤蘭さんについていろいろと深掘りしてきました。伊藤蘭さんが老けないのはヒアルロン酸のおかげではないかという噂は確かに存在しますが、確証が得られたわけではありません。とても60代後半には見えない伊藤蘭さん、本当に若々しくておきれいです。きっと女優魂でかなりの努力をされているというのが真相ではないかと思われます。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。